皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、日本の音楽界で一時代を築いたと思う男性歌手は誰？という内容です。では、早速見ていきましょう。35位は井上陽水。みんなの意見はこちら。とても健全で、爽やかな音楽を作る人。癖が強すぎることもないが、同時に日本らしい、馴染みやすい歌を作る人。どの時代にも、老若男女問わず楽しめる。34位は、長渕剛。みんなの意見はこちら。曲や歌唱力のみならず、全体的なパフォーマンスや、生き様で、数々のファンの心を掴んできたカリスマ。一般のファンはもちろん、芸能界や同業者にも、熱狂的な信者がいるほどの人物なので、日本の音楽には欠かせない存在。33位は淳。みんなの意見はこちら。彼の歌声で、歌を聴くようになった人が、私の周りでとても多いのと、年齢や性別関係なく好かれていて知名度もあり、今の LDH があるのは、彼のおかげであり、彼の努力が認められたからこそ、後輩にも受け継がれていったと思うからです。とにかく、歌が上手いです。日々、自分の歌声を研究しているところが、ミュージシャンの鏡だと思います。今は、あんまりテレビに出演することはないですが、音楽活動以外でも、多くの活動をされていて、素敵です。32位は、山崎まさよし。みんなの意見はこちら。曲調が好きだから。特に、ワンモアタイムワンモアチャンスや、セロリという曲が好きだから。ギターを練習する際に曲を使用していたから好きなアニメのエンディング曲だった。 YouTube でおすすめが出てきてハマった。昔の曲でテンポがゆっくりだから。31位は菅田将暉。みんなの意見はこちら。演技がうまく、映画やドラマ、CM にも出て、その他歌も上手で才能に溢れているから誰もが知っており人気もある。菅田将暉という人間性だけでなく歌も売れているのがすごい。どんどん新しいものを取り入れて違った雰囲気の音楽を奏でられるところが好きです。いろんなことに挑戦しているように思います。30位は斉藤和義。みんなの意見はこちら。アコギ一本で数々の名曲を生み出し、子供から大人まで幅広い層で好かれているアーティストだと思う。素晴らしい曲と反して、ライブでは下ネタだらけなのもまた良い。この人の作る楽曲が好きだから、テーマや歌われている歌詞に共感できるし、作風も豊かで、いつも驚かせられる、ぬぼーっとしたキャラ、適当な感じも好き。29位は、藤井フミヤ。みんなの意見はこちら。デビューしたチェッカーズの頃から、変わらない歌声がかっこいいと感じているし、還暦を過ぎた今でも、あんなに動けるのはすごいと思うため、藤井フミヤさんは、歌も上手いし、かっこよいし、穏やかな人柄が出ていて、好きなアーティストだからです。奥さんとのエピソードも好きです。28位は矢沢永吉。みんなの意見はこちら。矢沢永吉さんは、日本武道館公演や、熱狂的なファンが集まるライブなどが印象にあります。日本を代表する、熱いロック歌手として、伝説的なシーンもたくさんあり、一時代を築いたアーティストだと思います。70歳も過ぎた現在も、ご活躍ですごいと思います。ネームバリューは、一番だと思います。個人的には、あまり興味がないのですが、興味がない私でも知っている曲や、それも素晴らしい曲、馴染みのある曲があります。27位はゆり。みんなの意見はこちら。がなり声の部分がすごいのと、 YouTube もやっていて、性格が明るいところ、仲間思い、ファン思いな気持ちが伝わる。初めて聞いた楽曲レオの歌詞が非常に印象的でした。近年の楽曲はそれ自体には意味のない言葉を歌詞を使うことも多いですが、そういった趨勢に乗らずにきっちり作られていて好印象です。26位はテル。みんなの意見はこちら。1990年代はグレーが築いたと言っても過言ではないと思うからです。伝説の20万人ライブは今でも語り継がれているし、30周年経った現在でもその歌声は変わらず魅了していると思うからです。歌がかっこよいから、センスが良いから、カラオケでよく耳にし、みんなもよく歌っており、自分もカラオケでよく歌うから、あまり上手くないと思うけど、思い出補正があるから今でもテルが好きですね。高校時代に一番聞いたのがグレーでした。25位は奥田民生。みんなの意見はこちら。活動期間、ヒット曲数が多い印象なので、そんなに長い理由はありません。70文字ほどの理由が必要なことでしたら、逆に選ぶのではなく複数の選択を可能にするべきかと思います。昔からずっと変わらず、自分らしさを貫いてマイペースな感じがかっこいい。
ユニコーンの時はソロと違う顔をするところも良い。あの惰性をうまく活かした才能は一目置くところがあると思います。昔グループの時とプロデュースする側の時と才能は同じなのですごい。24位は山下達郎。みんなの意見はこちら。音楽にこだわりを持っており、そのメロディーやカッティングギターがとても良い。また職人語りの性格も評価できる。ビーチボーイズに影響を受け、アメリカンポップスをベースに独自の楽曲を作り上げている。サウンドも一人で何役もこなし、そのアカペラは心に響くものがある。聴いたら一発でわかる歌声と歌唱法が素晴らしい。音楽性も世界的な音楽の文脈に位置付けながらしっかり日本のポップスになっているのですごいと思います。23位は小田和正。みんなの意見はこちら。年を取っても変わらない高音域の声の美しさ、メロディーの流れも良くて静かに聴き入るのにいいアーティストです。年齢を考えればすごい人なのですが、声の品質を確保していることは驚異的だと思います。作品的には同様のものが多いなと感じますが、声の魅力があるので声の衰えを感じない限り活動を続けてほしい人です。何歳になっても声が変わることなく綺麗な歌声で、楽曲もいつの時代に聴いても古く感じない。なぜかその時代にマッチしてしまう。聞くとつい引き込まれる歌声が好きです。22位は星野源。みんなの意見はこちら。ドラマの主題歌で爆発的な人気を得て、星野さんのファンではなくてもその曲を知っているという世の中になっていたと思います。長く愛される曲を作っているところがそう思いました。和製 R&B というものを丁寧に作り上げたと思っています。 R&B アーティストは日本にもたくさんいらっしゃいますが、彼の場合は R6B っぽくないのにちゃんと R&B という感じで、他のアーティストとは違うなと感じました。俳優としての演技も含め、シンガーソングライターとしての能力も高く、またトークスキルも持っていて、自分の冠番組まで持っているところが素晴らしいし、それでいてお人柄は鼻につくところが一切なくて好きです。21位は石井竜也。みんなの意見はこちら。米米CLUBはこれまた衝撃でした。曲もいいのですが、ダンスとかのパフォーマンスが良かったです。曲自体もロマン飛行とかいい曲がたくさんあります。いろいろなジャンルの歌を見事に歌い分ける様が本当にかっこいいと思います。聞くと元気が出るし、やる気がもりもりと出てきます。歌詞に共感できるし、歌声も澄んでいて綺麗で、長く耳に残るフレーズが多いところに魅力を感じています。20位は浜田省吾。みんなの意見はこちら。浜省は間違いなく一つの時代を作り上げたと思います。時々 YouTube でもお見受けしますので、まだまだいけるのではないでしょうか。こんなにグラサンの似合うスターは他にはいない。学生の頃から大好きなアーティストです。好きな曲はたくさんありますが、星の指輪やもう一つの土曜日など色褪せることのない名曲です。10代の頃ドライブ中に必ず聴いていた。共感する歌詞が多かった。何十年経っても曲が色褪せない。むやみにテレビに出なかったのも良かった。19位は福山雅治。みんなの意見はこちら。他のアーティストにはない発声のクオリティと性質を持っている。そして明るく軽い発声方法でなくても日本の歌手としてやっていけることを示し、他のアーティストにも影響を与えた。長年売れている歌を作詞作曲できる点が素晴らしすぎると感じています。あと歌だけじゃなく俳優もされているから、まずかっこいいですし、曲もキャッチーな曲を作っていて、ヒット曲が何曲もあるのが素晴らしいです。それでいてズバ抜けたトークスキルがまた素晴らしく、こんなにかっこいいのに全くそれが嫌味じゃないバランスが取れていて大好きです。18位は平井堅。みんなの意見はこちら。平井堅は切ない楽曲を世に浸透させた歌手だと思います。また彼独特のミックスボイスは現在ほとんどの歌手が使っている声だと思います。トークも面白いですし、面白くて歌の上手い歌手だと思います。特にファンではないのに耳に残る曲、口ずさみたくなる歌を歌っているから、性質が独特でそれが好ましいから、昔から歌声が大好きで何度もリピートして聴いていたからです。ポップスターを聴くとすごく元気が出て大好きです。17位は氷室京介。みんなの意見はこちら。氷室さんはブーウィーのボーカルとして、解散後ソロのアーティストとして一時代を築いたなと思ってます。
ブーイーの頃から聴いていたので、むちゃくちゃかっこいい歌を歌っているなと思ってました。歌声がとても聴きやすい。作る曲も真面目な曲からセクシーな曲まで幅広く楽しませてくれる歌手だから、学生時代によく聴いていたので思い出として残っているからです。引退してしまったようなので非常に残念です。声が他にはない美しさと思えます。またプロモーションビデオにもカリスマ性を感じるように制作して、より特別感があります。16位は牧原紀之。みんなの意見はこちら。感動的な歌詞が大好きです。歌声も最高で一生好きだと思います。懐かしい気持ちになるし、ずっと元気でいてほしいです。リズム感が軽快で、かつポップなメロディーと素直でわかりやすい歌詞が魅力的で、歌声も心地よく耳に残ります。いろいろな不祥事はあるけれども、世間の心打たれる歌や曲をたくさん作っていることがすごいなと思うため、何かとスキャンダルの多いアーティストですが、音楽の才能はピカイチで声にも惹かれます。楽曲提供した歌も本人が歌うと魅力が増すと感じます。15位はハイド。みんなの意見はこちら。ハイテンポな歌からしっとりとしたバラードまで歌える内容の豊富さと、カラオケで歌ってみるとわかる音域の広さ。ものすごく詳しいわけではなく、お茶の間でただ聴いているだけではありますが、どの曲も世界観が素晴らしく、タイアップの際にはタイアップ作品にピタリと合った作品を毎回救っているところがすごいと思っています。ボーカリストとしての凄さ、歌唱力の高さ、見た目もかっこよい、カリスマ性もあり、ラルクアンシエルにハイドありといった感じ。周りの友人たちが音楽番組などに興味を持っていた中学生の頃に歌声を聞いて、そのセクシーさに衝撃を受けました。私の初恋はハイドさんの歌声です。ロックやポップやアニソンなど、どんなジャンルの曲でも歌いこなせるのがすごいと思うから、低音域もちゃんと歌えるから。14位はバウンディ。みんなの意見はこちら。まさに令和を代表して強調する男性アーティストだと思う。昭和平成とは違う自身の音楽を築き上げて、それが令和っぽいなと思わせるような感じになったと思います。曲がおしゃれで聴いていて気持ちいい。この人の曲を知っておけば、とりあえず流行りには乗れている気がするから。唯一無二の歌声、若いのに才能に溢れていて将来が楽しみ。 CM などで耳にすることも多く、日常に楽曲が溢れている。一人の人から出る歌声のレパートリーが豊富だから。また年も自分と近く同年代で活躍していてすごいと思ったから、どの曲も癒され安心する曲です。何度も聴いても飽きません。歌詞がとても好きです。これからも聴き続けたいです。13位は久保田利伸。みんなの意見はこちら。これまでの日本の音楽をガラリと変えて、ニューヨークスタイルを取り入れて、海外の人との関わりも音楽を通じてつながりを作った偉大な人だと思う。日本の R&B を取り入れた人だと思う。巷ではソウル番長などの愛称で呼ばれることもあるみたいですが、本当に歌唱力はズバ抜けて高いですし、日本のソウル、R&B の第一人者といったら久保田さんだと思います。 J-POP に残してきた輝かしい功績はとても大きいと思います。今後も J-POP を引っ張っていってほしいです。久保田利伸はアメリカの R&B の空気を日本のメジャーなポップミュージックに入れ込んだという意味では一時代を築いたアーティストになると思います。 R&B、 ソウルを表現していることが好き。時代として早くからブラックミュージックの表現をしていたから、歌が上手くて日本人離れしたセンスを持っていて、日本界の R&B の世界観を高めてくれた偉大な存在で、個性的なところが好き。リズム感がすごい。おそらく彼の曲をカバーしようとするアーティストはいないと思う。そのくらい超越されています。12位は西川貴教。みんなの意見はこちら。若い人から高齢の人まで支持されるアーティスト。実験的な曲までポップスにしていた。私もずっと好きです。平成歌手といえばアニメ主題歌やドラマ主題歌を担当した西川さんだと思います。当時の奇抜な衣装や PV は今の若者が見ても目を引きますし、現役で活躍されているので印象強いです。アニメソングからロック調の曲まで幅広く歌える能力がすごいなと思います。見た目も大好きでかっこいいと思います。圧倒的な歌唱力とアップテンポでテンションの上がるメロディーラインの曲が多く、アニメ等の主題歌になったものも含めよく聴きます。かなり前から活躍し、とても歌が上手いだけでなくバラエティでも面白い。またEテレの声優などもしていて子供受けも良い。圧倒的な歌唱力がすごいなと思って見ています。
小柄なのにパワーがあり尊敬する。彼の歌を聴くととても元気になります。11位は藤原基央バンプオブチキン。みんなの意見はこちら。昔から世代を問わずみんなに受け入れられているというイメージがあるからです。どの世代に聞いても必ず知っているイメージがあるからです。バンドの歌が好きで学生の頃からよく聞いており、彼が書く等身大の歌詞に何度も感動してきたので、人間性とかもろもろ大好きです。繊細で共感できる歌詞をたくさん書き、それを乗せる音楽も心地よくて好きです。またグループがとても仲が良いのも素敵だと思います。時代が変わっていく中でその流行を捉えて常にその時代の曲を作り続けているから、ライブの演出が好きだから、昔から歌詞の雰囲気がブレず優しい歌を歌うから、隠しトラックなどたまにふざけた歌を作るあたりも楽しく聴いてられるから、ずっと真摯に曲を作り続けている姿が素直にすごいと思うし、変わり続けているからこそ変わらないバンプを見せられるという隠れた努力が素敵だなと思うから。10位は岡野昭仁ポルノグラフィティ。みんなの意見はこちら。あまり型にはまらずにポップな曲やバラード曲などあらゆる方向性から日本列島に元気を与えてくれた。間違いなく日本の音楽シーンに名を刻んだ。自分がよく曲を聴いていたアーティストということもあるのですが、複数のヒットソングを生み出した優れた歌唱力のある平成時代のアーティストだと思うから、力強い歌声にハマりました。また前へ前へと後押しする声で岡野さんが歌うバラードは優しくもあり力強くもあり大好きです。 YouTube で別の歌手の曲をカバーする際にそのアーティストへのリスペクトが見えるから、年齢や活動年数に関係なく尊重している姿勢がとても素敵なので好きです。ファン歴18年になります。唯一無二の歌声と歌詞の世界観が大好きです。最近では先輩歌手として若手アーティストとコラボすることも増え、その時の飾らないスタンスがまた素敵でますます好きだなぁと思います。学生時代から聴いていて馴染みがあるので、若い時も年齢を重ねてからも違った歌声の良さがあり、ずっと好きです。歌声が独特で好き。昔から歌声はもちろん、ビジュアルも全然変わらなく努力していることも伝わってくるし、人気なのに横柄な態度も取らないところが好き。9位は桑田佳祐。みんなの意見はこちら。ザ・ベスト10で衝撃のデビュー。リアルタイムでテレビで見ました。それから45年くらいになるのでしょうか。今も変わらずに現役で活躍されています。昭和の時代で一世風靡し、その時代からしたら勝手にシンドバッドと早口で歌いづらいが、新しい感覚の歌をどんどん作り上げており、桑田佳祐がいないと昭和の歌謡曲は語れない唯一無二の存在なため、サザンオールスターズとして誰もが知っているヒット曲を多数発表し、個人名でも活躍。茅ヶ崎海夏とサザンといえば、夏といえばの代名詞として活躍していることから、サザンオールスターズとして今でも現役で第一線を走り続けていると思います。才能が枯れている感じもありません。まだまだ良い作品を生み出してくれそうです。平成の歌といえばサザンオールスターズ、桑田佳祐だと思います。今のおじさま世代は知らない人はいない。ミュージック系アプリでも上位に来るアーティストです。今はあまり聞かなくはなりましたが、数多くのアルバムも出していて、とても人気の高いアーティストだと思います。夏といえば、冬といえば、などといえばシリーズの曲を考えていると、必ず桑田さんやサザンオールスターズの曲が浮かんできます。それくらい愛される曲が多いのだと思います。新ジャンルのミュージックを取り入れながらも、彼らのミュージックスタイルを誰も真似できないので、唯一無二のアーティストとして時代を作った教科書に載るようなタイプの人だと思う。8位は桜井和寿。みんなの意見はこちら。私が高校時代にはミスターチルドレン一色でした。常にどこででも流れていて、カラオケの最後はほとんどミスチルの歌で終わりました。当時はどの集まりでも同じような感じで、まさに私の世代で一時代を築いたと言って良いと思います。ミスチルが出てきたことで歌詞の内容がガラリと変わったと思います。自分の心の中の叫びが人々の共感を呼ぶという形になったと思います。歌い方も桜井の歌い方が世に浸透していると思います。老若男女に愛され今でも歌い継がれているから、ドラマの主題歌に起用されることも多く、誰でも曲を聴くと当時の懐かしい記憶が思い出されるから影響力が大きいと思う。ミスチルのボーカル桜井さんです。
声も聞いてて心地よいですが、歌詞に対する感情の込め方が違うよなぁと思います。ネガティブな歌詞も多く男性の心理を歌っている一面で、人間的な人格面も覗かせていたりして、好きなアーティストでした。長く活動を続けているので、どこかで聞いたことがあるフレーズが頭の中に残っていて、懐かしさも感じるので、恋愛でいろいろいざこざがあって露出が減ってしまったが、間違いなく日本の音楽シーンに影響を与えた人物だと思う。7位は草野正宗、みんなの意見はこちら。スピッツの歌はいつ聴いても最新のような雰囲気がありつつも懐かしさも感じさせる。スピッツの昔の曲を知らずに新曲と言われても違和感がないし、最新の曲を昔の曲と言われても違和感がない。それぐらい安定して良い曲が多い。学生時代からずっと聴いています。特徴的なハイトーンボイスが癖になります。ソングライティング能力の高さも好きです。独特の歌声と歌詞でどこか連れて行かれる感じがします。ちょっと体調悪い時に電車の中で聴いたらどこにいるのかわからなくなったことがあります。ちょっと怖いぐらいです。ちょっと嫌い目つきで歌いますが、まあ大変なんでしょう。声や歌詞は可愛い印象で癒されるアーティストでした。子供の頃に遊んでいた音楽ゲームに草野さんの曲があり、当時はまあまあ良い曲程度にしか思っていなかったんですが、大人になってから聴いて良さが分かり好きになりました。顔色や表情を変えずに淡々と歌っているように見えるが、実は曲の難易度がすごく高い。唯一無二のバンド、ボーカルと思う。スピッツの草野さん好きです。独特の歌詞、ちょっと気だるい歌声もとても好きです。草野さんの世界観は天才だと思います。6位は藤井風、みんなの意見はこちら。まだ20代なのにもかかわらず胸を打たれるほどの精神世界の言霊を作り上げて、他にはいない存在感がある。大国でも異例なほど人気に火がつき、今後の活躍も未知数な人だから、最近のオシャレでチルなシティポップの復刻に一役を買ったと思う。類似したアーティストが続々と出てきているが、藤井風はやはりその先駆けになったと感じる。曲調が新鮮で新しい音楽を聴いている気になれる。歌が伸びやかで運転しながら聴いていると気持ちがいい。代表曲にはキラリ、ダムなどがあります。若者に人気のアーティストだと思います。3テンポな曲が多い印象で聴いていると気分が落ち着きます。まだ聴き始めたばかりですが、毎回癖になるようなメロディーと作品に込められたメッセージ性にハッとさせられて魅力的だと感じるからです。ビジュアルがまず100点。ピアノ弾いてる姿がもともと芋っぽい感じだったのが最近洗練されつつ、やはり顔面100点なので曲も相まってかっこよい。才能の塊、流行り出すずっと前に好きなアーティストの楽曲をピアノでカバーしており、その動画を見て天才やと思ったのがきっかけで好きになりました。5位は藤原さとしオフィシャルヒゲダンディズム、みんなの意見はこちら。特段興味がない人でも特徴的なメロディーや歌い方、声でアニメやドラマの主題歌などでよく使われているのがわかります。曲の名前を知らなくてもあちこちで聞くので人気があるのだとわかります。事務所の後押しとかではなく、大手メディアでの露出も少ない中でネットを中心にここまで有名になったことはメディアの変容を象徴する出来事だったと思います。紅白に連続出場しており、多くの人が知っているメジャーな曲を何曲も作っているから、ドラマや映画などで主題歌を担当することも多いが、彼らが主題歌を歌う作品は良作が多いから、歌が大好きでよく聴きます。音楽を作る天才だと思います。ライブを見に行った時も、音源を聴いているくらいのうまさでした。出身が自分と同じ山影であるため、以前から応援していたのが一番ですが、声がハイトーンも綺麗で、歌がすごくうまいので、このグループは同郷なので、個人的に応援したくなる。歌唱力やセンスも十分にあって、曲調も自分の好きなタイプ、声がとても優しく感じて好きです。曲によっては、曲の雰囲気が驚くほど異なるのも、とても魅力的に思いますね。4位は、尾崎豊、みんなの意見はこちら。インパクトがあったので、そんなに長い理由はありません。70文字ほどの理由が必要なことでしたら、逆に選ぶのではなく、複数の選択を可能にするべきかと思います。若く亡くなっていて活躍の時期が短かったにもかかわらず、令和の現代になっても名前が知れ渡っているということはやはり一時代を築いたと言って間違いないと思います。夜の仕事のため様々な年齢層の方にお会いします。若い方でも意外と歌われてるなと感じるため選びました。また有名楽曲が多いわけでもないにもかかわらず後世にも語り継がれていると感じたため、私は生きている間は仏
ほとんど聞いたことがなく、亡くなってからのイメージしかないのですが、現実に生きている間に見たことがないからこそ、伝説として一時代を築いたと言えそうです。夏メロというのに、みんなが知ってるフレーズがあり、伝説として後世にも残っているから、今でも夏メロ特集やラブソング特集では、必ずテレビに映るから、世代ではないので、現役の頃に触れていたわけではありませんが、いくつも楽曲を知っていること、その生涯の短さを考えれば、名曲の数が異常ですし、また短命ということも一時代を築いたという印象につながっています。彼の楽曲はもちろんですが、その生き様が多くの人を引きつけたので、すごく影響力はあったと思います。未だに多くの人から愛されていますし、ヒーロー的存在だと思います。3位は稲葉浩志、みんなの意見はこちら。ビーズでのデビューは衝撃でした。歌詞がありえないほどすごかったです。メロディーも当時としては衝撃でした。アップテンポもバラードも完璧に好きです。現代に至るまで売れていない時期がないというのはすごいことだと思います。好みの差はあれ、ビーズの歌を全く聞いたことがない日本人はいないと思います。夜の職業です。どの店舗でも必ずファンのお客様か従業員がおり、カラオケの履歴で必ずあります。また CM でもよく使われているイメージだからです。ノリの良い曲からしっとりバラードまで、老若男女誰もが知っていたり聞いたことがある曲が多くあるから、特徴的な声なのでよくモノマネされていて、モノマネでもすぐわかるから、老若男女問わず長年聞かれ続けていて、新曲も発表し続け CM でも曲が使われている。モノマネもよく見かけるが、やはり本人とは比べ物にならないし、特別な才能だと思う。ビーズでデビュー以来数多くの楽曲をヒットさせ、個性豊かな男性アーティストとして現在も活動を続けています。ロックに対する本人の音楽感がブレないところが素晴らしいと思います。日本を代表するアーティストとして一時代を築いていると思います。現在でも精力的に活動をしているが、ウルトラソウルいつかのメリークリスマスなど、ほとんどの人は一度は聞いたことがあり、名曲としてテレビで語り継がれている曲があるから、自分が学生の頃からよく聞いていて、ハイトーンながらパワフルな歌声がかっこよく世界でも通用すると思っている。2位は玉置浩二、みんなの意見はこちら。昭和のアーティスト代表であり、平成、令和と時代が過ぎても曲が廃れない、まだまだ勢いがある人だけど、平成や令和の雰囲気の曲を出していないと思うので、昭和のスターに認定。日本の歌うたいの方々の影響力が半端じゃないと思います。リスペクトの数がとんでもなく多いと思います。現在の社会に対しての意見も楽曲に反映されていて素晴らしいです。安全地帯や玉置浩二さんの曲を好き、玉置浩二さんが好きだというと多くの人が共感してくれて、みんな玉置浩二さんが大好きなんだなと感じることが多くあるから、間違いなく日本で一番歌が上手い人で間違いないと思います。日本で彼より歌が上手い歌うたいは存在しないでしょう。昔 EXILE と歌った時の公開処刑は今でも忘れられないパフォーマンスでした。人生を応援するような曲、優しい気持ちになれる曲を甘い声でダイナミックに歌い上げてくれるから、特に歌詞が好き。日本で一番歌が上手い歌手だと思う。様々な歌手のカバーをしている。 YouTube を見るたびに歌唱力に圧倒されています。気候で注目されることが多いけれど、歌唱力が高く心に訴える歌声で好きになった。アカペラであっても花がある。とにかく声が綺麗です。心に響く歌声です。昔から声も変わらず、世代を問わずに好かれる歌手だと思います。1位は米津玄師、みんなの意見はこちら。ドラマや映画の主題歌でよく使われることが多く、誰もが耳にする名曲を作り出していると思うから、 NHK からも重宝されており、朝ドラの主題歌も歌っているから障害を持っているが、そんなこと関係なく絵の才能と歌の才能がすごい。歌番組にも初めは出なかったから、アルバムのイラストも自分で描いていたのがすごい。またドラマなどでよく歌が使われているから、ボカロ P ボーカロイドというジャンルを知ったのは米津玄師さんが初めてでした。また違った演出で、初音ミクは昔から知っていましたが、ボカロから現在進行形で進化し続けているのはすごいです。ボカロプロデューサーから現在の地位まで上り詰めたことは本当にすごいことだと思っています。タイアップ曲では
必ず素晴らしい足跡を残していますし、ファンに向けたオリジナル曲も継続して作り続けている。まさに2020年前後を代表するアーティストだと思います。メディア露出がほとんどないのにもかかわらず、全世代が知っている曲を何曲も作ったから、癖があるが、どこか懐かしい気持ちになる曲を作る天才だと思います。ニコニコ動画にボーカロイド曲を投稿していた方で、これほどまでに有名になった方を見たことがない。ボーカロイド P 時代の曲もさることながら、現在に至るまで非常に高いセンスを維持しているアーティストだと感じたから、電子音の文化の時から活動していて、その後本人が自身の声で姿を出して活動して結果を残しているのは、初めの衝動は特に平成令和の時代を築いたと思います。世代を問わずすごく人気があった印象があります。パプリカなど学校で歌われるような曲にもなり、一時代を築いたと言っても良いと感じています。みんなが好きだと思います。この人が音楽シーンにやってきたあたりから、実在しているアーティストが表に出て表現しなくても良いを可能にした気がする。ライブに行っても映像だけで本人出演なくても成立する文化のきっかけの人ではないか。ハチとして活動していた時から比べると勢いは落ち着いているが、当時からの曲は今も歌い手や VTuber にもファンが多く、20代後半から30代の世代には知らない人がいないから、米津さんはレモンあたりから爆発的に SNS での影響があったなと思ってます。まさに一時代というか、現状一番影響力があるのではないかと思うくらいの歌手ですよね。ボカロ P から出発して一般世間に認知され、熱狂的なまでに支持されるようになったのはすごいこと。大規模な会場でのライブもすぐにチケットが売れるのもすごい。最近になって特に新しい世代によっていろいろな曲が生まれ、今までとは違う形で発信発掘されてきた。ガラパゴスと呼ばれていた J-POP が世界に羽ばたいた瞬間を見た。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。